日本プロ麻雀連盟の2023年度のタイトル戦、賞金総額が4543万円であることをご存知でしょうか。中野おっさんも正直この金額には驚きました。どこにこのお金があるのかと思って、日本プロ麻雀連盟の金回りについていろいろ調べてみました。ということで今回は、日本プロ麻雀連盟の懐事情について解説していきたいと思います。麻雀プロを目指している人には、ためになる内容で、麻雀プロ、プロ団体がどういったものか見えてくると思いますので、ぜひためになったと思った方は、チャンネル登録、高評価ボタンをバチコーンしてください。では、早速見ていきましょう。まずは、タイトル戦、賞金総額が4543万円の内訳について、こちらは日本プロ麻雀連盟のホームページに一覧として載っていますので、ここではざっくり紹介します。鳳凰戦は、優勝者に200万円、総額815万円となっています。十段戦は、優勝者に150万円、総額330万円となっています。女流桜花は、優勝者に100万円、総額230万円となっています。このように大会ごとに賞金に違いがあり、基本的にグレードの高い大会ほど賞金が高くなっています。また現在は、優勝賞金は最低でも50万円は保証されているみたいです。ちなみに他の団体についても賞金を調べてみましたが、なかなか具体的な数字は出てきませんでした。その中で、一つだけ分かったのは最高位戦クラシックが約10年前に、優勝賞金が100万円となっていました。しかし、これもスポンサーがついて、賞金総額が大幅にアップしたそうで、それまではもっと低かったみたいです。10年経ってもう少し金額が上がっていることを想定すると、最高位戦クラシックは、日本プロ麻雀連盟の十段戦とか王位戦に当たる大会なので、同じような金額になっていそうですね。そして、全タイトル戦の優勝賞金を合計してみたところ1980万円となり、大体総額の4割が優勝賞金に当てられていることが分かりました。では、この賞金総額の4543万円がどこから出てくるのか、疑問に思った人はいないでしょうか。麻雀プロ団体では、プロ雀士が所属する団体に年会費を毎年納めていることは有名な話です。日本プロ麻雀連盟にも年会費を各プロ雀士から徴収しています。この金額についても日本プロ麻雀連盟のホームページに記載されていて、初段から3段が5万円、4、5段が7万円、6段以上が10万円になっています。これを高いと思うか、安いと思うかは個人の感覚によりますが、とりあえず他の団体についても調べてみましたので、紹介させていただきます。なぜかホームページに載せていない団体がほとんどだったので、数字が合っているか不明な点があるということだけはご了承ください。最高位戦日本プロ麻雀協会の年会費は3万円。日本プロ麻雀協会は5万円。RMU は男性4万円、女性2万円。麻雀連合は一番安く6000円です。これだけ見て、連合が安いねっていう話ではなく、さらに、リーグ戦登録料と会場費がかかります。これについては、不明な部分が多すぎて、結局どの団体が高い、安いかはわからない状態です。RMU は、リーグ戦10節で8000円 ×10 で、会場費だけで8万円という話もあるみたいです。これがリーグ戦だけの話で、これの他にタイトル戦も加わります。日本麻雀連盟も麻雀マスターズの場合は、エントリー費が1万円、会場費が2000円です。最高位戦が主催する大会も参加費が5000円という記載があったりします。これに、配信卓は会場費が免除になったり、自団体の選手に対しては、エントリー費や会場費の免除があるかもしれません。これについては、ブラックボックスすぎて一般人では把握できません。ですので今回は、はっきりと分かっている年会費に絞って掘り下げていきましょう。では、日本プロ麻雀連盟には何人の会員がいると思いますか？これについてもホームページに連盟員名簿が記載されています。
ここに誰が何団というのが載っているので、これについて役員を含め、東京本部から四国支部まで集計しました。東京本部は、初段から3段が310人、4、5段が132人、6段以上が46人という感じで全部集計しました。その結果がこちらです。連盟員は全部で908名となっていました。実は、ここに途中入会した鈴木大輔プロの名前がありませんでしたので、おそらく年度初めの時点の数字だと思われます。これで、初段から3段が616人、4、5段が212人、6段以上が81人ということが分かりました。これに初段から3段が5万円、4、5段が7万円、6段以上が10万円を当てはめればいいのですが、実は、70歳以上で貢献が認められたものは年会費を免除、産休中などの休会については、半額免除などの制度があります。これも対象がわからないので、今回は、とりあえず908名全員が年会費を払うとして、年会費の合計を算出しました。その結果がこちらです。日本プロ麻雀連盟の年会費の合計は5367万円になりました。ということは年会費だけで、タイトル戦の賞金総額である4543万円を超えているので、十分すぎるくらいカバーできることがわかります。もちろん、支出は賞金だけではなく、配信するスタジオの設備やスタッフにもお金がかかるし、実況や解説にもおそらく日当が払われると思います。でも逆に収入は年会費以外にも、エントリー費、会場費やカレンダーやグッズ販売などもあります。また、交流戦のようにスポンサーが賞金を負担してくれる大会もあると思います。ということで、ここまでの数字を見ると、麻雀プロ団体って数字だけ見ると、健全な経営はできそうなと感じますよね。でも、それを支えているのは、やっぱり一人一人のプロ雀士たちというのが、はっきりわかりますね。麻雀プロって続けていくだけでも大変なことですし、すごいことなんだと改めて思いますね。これだけの年会費を払って、リーグ戦登録料を払って、会場費を払って、さらにどこかの大会に出るときはエントリー費を払って、参加し続けています。負けていい大会なんて一つもなく、全部真剣勝負、全部勝ちたい、当たり前ですよね、これだけお金がかかっていれば。だからこそ、出てる選手はもっとリスペクトされるべきだと思います。生半可な気持ちであそこに座っていないですし、真剣に麻雀を打っているはずなんです。ちょっと動画の着地地点を見失っていますが、とりあえず、頑張っているプロ雀士たちが少しでも報われる未来を願って、今回はここまでとさせていただきます。なお、この動画には、間違った内容や、作成したおっさんの意味不明な想像が含まれているかもしれませんが、この辺は許してくださいね。よかったら、チャンネル登録もお願いします。